僕の考えはこのミネストローネっていうのは食べるスープホール缶ですけど、もしお家にホール缶使ってないんだったらトマトのジュースでいいです。野菜ジュースなんかでもいいです。本来の野菜の旨味に野菜の出汁が入ったような感じになるから旨味がアップします。もう一工夫、これピストゥっていうんですけど、背脂、パルミジャーノ、ニンニク、バジリコ、それをペーストにしたものです。香りがいいんですよ。仕上げにこう入れて溶かし込んでいくとコクと風味がすごく豊かになります。ミネストローネの完成です。